うちのネッチさん。ネッチさんは子供や子供の声が苦手なので、弟のユータと手をつなぐこともほとんどありませんでした。おはよう。二人が爆睡中にできるちょっとしたお楽しみ。うるさい。ネッチさんの隣に寝るのは大変である。敷布団をお構いなしに横切って寝てしまったり、自分も横になるか。ある時はいろんなものが散乱している。まあいいか。片付けなさいよ。ネッチさんはいろんなものを顔にペタペタして遊ぶ、いわゆる感覚刺激というものだ。毎日どこかしらからお気に入りを見つけてはずっと触っている。鉛筆やボールペンなどは気をつけているのですが、今日もやってしまった。ネッチさんはトイレが長い時がある。そんな時に限ってユウタはいつも我慢してやってくる。おしっこおしっこ、やっと出るのかと思わせて、早く。トイレに再び戻るネッチさんであった。まだネッチさんが小さかった頃、横断歩道を渡るのは
1秒の油断も許されない最大ミッションだった。なぜなら規制を上げながら猛ダッシュ。待って、ある時はその場に座り込んで動かなくなる。信号変わっちゃうから動いて。やっと渡り切ったと思ったら、なんか落ちてる。ネッチさんの靴。